い、ようやくね、白浜の方に、入ってきました。いや、いよいよね、白浜、南白浜に向かいたいと思います。で、まず最初はね、白良浜、こちらの方に向かっていきたいと思うんですけども、そうですね、皆さんは、まあ、どうなんですかね。僕が、なんていうんですかね、もう、こう、暗い人間じゃないですか。ね、元ブログも、動画も全体的に暗い。で、もう、ね、暗いですね。で、ネクラなんですよね。目が暗い、子供なんですけどね。まあ、なんていうんですかね、こう、ある種の、めめしさみたいな、ものをね、よく感じてしまう場所がこの南白浜なんですよね。どうなんですか皆さん、こう、まあ、昔の思い出とか、まあね、青春時代の思い出とかね、まあいろいろあると思うんですけど、まあ、昔、こう、お付き合いをね、していた、女性が、いて、まあその女性と、まあよく、デートした場所とか、来た場所とか、まあ、そういう場所に、まあ何十年後、とかに、こう、家族でとか、子供とか連れて来た時とか、っていう時に、どうです？100% 全部忘れてます？全く、昔のことは思い出さないですかね。まあ、僕はですね、結構その、なんでしょう、ずっと、年がら年中、その人のことを思い出すというようなことも全くないですし、まあ、その人に対するこう、まあ、思い出はね、あるんですけど、まあ、愛情、とかね、恋愛感情、まあ、そういったものも全て、成仏してしまっていて、自分の中で、全くそういう気持ちも、ないですし、なんですけど、こう、ところどころっていうか、その、スポットスポットとか、そういう場所に、来たときに、まあ、そういう思い出というか、そういういろんなものっていうのが、フラッシュバックのように、こう、パパパッとこう、脳にこう、出てくる、そういうのって皆さんどうなんですか？あるんでしょうか？ないんでしょうか？まあ、僕だけなのかもわからないですけども、まあそういう意味でね、あまり、まあ実はね、あまり、来たくはない場所というか、が、まあここ、何知らん、なんですよ。まあ、まあどういう思い出があるとかね、まあ、そういう詳しい話はね、もうしないでおきます。まあ、それはもうすでに私もね、家庭を持ってもう、十何年も経ってますしね、子供もいますので、そういう話は、しませんけれども、まあね、そういういろいろな、思い出が、ある場所なんですね。で、実はね、こう Z 線で、最後にここに、まあ、Z 線を降りる前のツーリングとして、来ようと、まあ、実は思ってたんですけど、まあ、ちょっといろいろね、天気の、問題とかね、まあ、あとは先に、まあ、ちょっとナビとかね、まあ、これこっちですね、こっちですねちょっと、まあ、記憶が定かないですね。ちょっとスマホナビも外してしまったんで、怪しいですけど、ちょっと記憶で走っていきましょう。まあ、伝送系のものとかね、いくつか、この XR の方に、移してもらいたいものがあったもんで、先にまあ Z 線をね、バイク屋さんに預ける必要があったので、まあちょっと、まあ最後にここに走りに、来ると、まあ、Z 線と、まあ Z 線の旅立ちの前にね、思い出を、一個作って、もう一個作っておきたいなっていう気持ちはあったんですけど、ちょっとできずじまいでしたね。で、今いきなりなんですけども、この XR1200 の方で、
今回は、白浜の方に、来ることになりました。バイク自体はね、もう中古ですので、鳴らす必要が、ないんですから、これは完全にですね、俺鳴らしです。はい、俺鳴らし。私自身がこのバイクに慣れるための、ツーリングとして今日は来てるんですけどね。これ坂降りたらね、もうすぐ海が、正面に確か見えてきたような、そうですね、気がしますね。こう突き当たりを、右に曲がってまずは、白良浜、の方からね、回っていきたいと思います。いつも思うんですけどね、この風景、今この正面の風景がですね、三重県の、伊勢志摩、のですね、浜島っていうところの方の、風景にそっくりなんですよね、ここ。これ毎回ね、ものすごいデジャブっていうか、違和感を感じるんですよ。めっちゃくちゃでね、浜島に似てるんですよね、この雰囲気っていうか、この、今ここの正面だけなんですけどね。めっちゃ浜島。分かる人は分かると思うんですけどね。今日朝出てくるときに、トースト、1枚だけ、6枚切りのトースト1枚切り、6枚切りのトースト1枚だけ食べてきたんですけど、であと飲み物もですね、ここまで、全く飲まず食わずで、白浜まで来ちゃいましたね。一回ちょっとトイレ休憩に降りただけなんですけど、そう考えるとですね、やっぱり、この、XR1200 ってものすごく全然疲れないですね。後続、わあ、綺麗ですね。やっぱり白いね、砂がね。全然疲れないですよ。なんで、もうちょっとね、調子こいて、近々、一回、墓参り、墓参通です。実家、東京なんで、実家に一回帰ってこようかなっていうふうに、もうね、ちょっと今、計画中ですね。はい、この辺が、何ちらも中心街になるんでしょうか。どうかな。はい。ここに、通り過ぎちゃったかな。通り過ぎましたね。さっきのところに止めていくのが一番ベストっぽいですね。はい。じゃあ、ここで回ります。お、恥ずかしい。今日も当然日帰りで、夕方そんなに遅くはなれないんで、本当にね、パパパパッと、風景だけ見て、帰ってきたいと思います。はい。うまそうですね。フラッパ食べたいな。お腹すいた。全然体は偉くないですね。やっぱりクルーザーとは言えない、バイクなんですけど、本当に長距離全然疲れないですね。ポジションは非常に楽ですからね。トリッカー乗ってるような感じですよね。メインキーの場所とハンドルロックが別々っていうのがね、やっぱりちょっと日本車にはあまりないですよね。はい、じゃあ行ってきまーす。こういう、なんていうんですかね、誰とでもっておかしいのか、何回もね、自分の人生の中で、何回も訪れる、可能性がある場所、そういうところってやっぱり、一番、皆さん誰でもって言ったらちょっと語弊あるかもしれないですけど、一番印象を共有していただけるような場所としたら、どうだろう、東京ディズニーランド。東京ディズニーランドって、例えばですけど、高校生時代ね、女の子とデートしに、行ったりとか、大学生時代とかね、独身時代とか、いろんな方と、デートに行く場所でしょ。でそういう場所に、将来ね、何十年後子供とかとこう来てた時にね、さっきの話にちょっと戻ってますけど、すいません。いろんな時間軸がその場にこう混在してしまう、
違和感っていうのを感じませんか？僕は感じるんですよ。うん、綺麗ですね。ちょっと写真撮って、ちょっとツイッターにあげましょうかね。まあ、つい最近ではね、まあ、嫁さんと、子供2人と、まあ、最後に来たのは、その4人でね、家族4人で、この白良浜に、来たんですけどね。まあ、その時の今、記憶も、ありますし、まあ、それ以前に、来た時の記憶とか、そういうものがこう、ごちゃ混ぜになって、あまりね、こう、いい気分がしないんですよね。特に一人で来るとね。あまり長居したくない感じですね。まあこれでね、だんだん古い記憶が、まあ、どんどん消化していって、まあ最終的にね、一番新しい記憶だけが残って、まあ、そうやって人間は、生きていくというか、のかな、っていうふうに思うんですけどね。まあ、まだ、ちょっとだけ、その昔の記憶みたいなのも残ってるんで。ここがシーモアですかね。ホテルシーモア。まあ、海中展望台とかあるところですね。弁慶釜飯で有名なシーモアですね。まあ、この反対側、もうちょっと上にね、温泉パークっていうのがあって、もう今ほとんど、休業状態ですかね。そこにですね、宿泊施設があるんですよ。ベランダにこう、露天風呂付き客室がある、ところなんですけど、まあ、そこがね、結構、うち、まあ、我が家の、よく泊まる、宿泊施設になってますね。非常に露天風呂付きにしてはですね、非常に安く泊まれるんで、まあ、音質はすごくここですね、ここです、はい、すごくいいんで、ここはよく泊まるとこですね。何回泊まっただろう、もううちの家族、まあ、奥さんと2人で来た時もあったかな、まあ、入れると多分5、6回は泊まってるかなっていうふうに思いますね。そしたらね、その温泉パークのすぐ近く、ここまで、ここですね、ここ曲がっていったところに、もう一つね、千畳敷っていう、まあ、名勝地でいいのかな、景勝地、まあ、ごめんなさい、よくわかりません、がありますので、まあ、ちょっとそこをね、このまま、ご案内をしていきたいな、というふうに思います。ここはね、非常に、太平洋がバーッと見渡せる、岩場なんですけど、まあ、岩場って言ってもですね、非常に柔らかい砂岩でできてまして、まあ、真っ平らなね、非常に広い、岩のスペースがあるようなところなんですけどね。まあ、結構波の荒い時はね、注意した方がいいと思います。結構さらわれやすいような。はい、じゃあね、ちょっとだけ、本当にちょっとだけここも何しに来たんだよっていうね、見ていきたいと思いますね。はい、ここは千畳敷ですね。本当に眺めいいところですよね。まあ、動画ではね、撮らないと思いますけど、多分ここでちょっとしばらく休んで、ぼーっとしていきたいと思います。まあ、ぼーっとしてもね、まあ、10分、20分だとは思いますけどね。はい。じゃあちょっとゆっくりしていきまーす。